皆さんこんにちは、ハムです。今日はですね、お店のカラーチャートを作り直していこうと思います。今ねお店で使っているカラーチャートこんな感じです。これはね2代目のカラーチャートになります。最初の初代のカラーチャートはホワイトボードに磁石でくっつけるタイプを使っていたんですけど、落とした時に全部バラバラになってしまうっていうのがうちストレスだったので、こういうねもう貼り付けて固定してしまうカラーチャートにしていました。でそれ自体はすごく良くなって、いいなと思ってたんですが、このねフレームがだいぶボロボロになってきました。これね100均の100円じゃないやつなんですけど、ここがほらもう壊れちゃったりとかで、このフレームがこう上から抜き差しするんですよ。このフレームのこの今チップついてるからできないんですけど、クリアのボードを上から抜き差しするんですけど、上に穴があるからねダストがここから入ってしまって、プレート同士、プレート2枚入ってるんですけど、プレートの間にダストが積もって前拭いても後ろ拭いてもダストが取れないっていう、事件が発生しているので、フレームが壊れてしまったのと、あとダストが入ってしまうっていうのと、あとね今もうすでに貼り切れなくて一番下の段に急遽列を追加したり、新しいカラーのやつがこっちに入らなくって、ずっとこのままニューカラーっていつまでニューカラーなんだよっていうことが起きていますので、今回はねもっと詰めてたくさん1枚に入るように貼り直していくっていう作業をしていきたいと思います。で今回使うのがじゃん、こんな感じのあのアクリルのプレートですね。ちょっと手垢が今ついちゃったんですけど、これはね無印良品で買ってきました。無印良品であの2枚こうやって貼り合わせて、ここにこうボルトね止めてこう足を立ててするタイプのやつなんですけど、それを分解して、1枚のプレートに、カラーチャートを貼っていくっていうことをしたいと思います。これね厚みがね3ミリくらいありそう、結構しっかりしてて、あのたわんだりしないです。結構しっかりめのアクリルのプレートなので、これ1枚単体で使いたいと思います。で今カラーチャートどうしてるかっていうと、これ100均の多分お皿立てるやつだと思うんですけど、これ机の上に置いてこんな感じ、こうやって机の上に置いてます。でこれをもうこういう風にねアクリルのプレート1枚でいこうかなっていう感じに、変えていきたいと思います。今回本当に変えたいことがたくさんありすぎてちょっと頭がまとまってないんですけど、今はこっち側が全部シアーカラーで、こっち側はマットなカラー、ここまでがマットカラーで下はラメ入りのカラーで一応分けてるんですけど、今回は迷ったんですけど色別に並べます。白は白、グレーはグレーみたいな感じで、色順に並べていこうと思います。あと変えるところといったら、これね見えるかな、カラーの後ろにマジックでカラー番号を書いている色と、こうやって下にテプラでカラー番号を書いているやつと分かれているんですけど、とねこんな感じ、このパターンに統一したいと思います。今からテプラで色番号全部作ってチップに1枚ずつ貼っていくスタイルにしたいと思います。なんでこのスタイルにするかっていうのは後でおいおいね作りながら説明していきたいと思います。とにかくこれをさっさとやらないと終わりそうにないので、急いで作り直していきます。Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better.
次はチップに色番号を貼っていきたいと思います。はい、とりあえず途中までカラー番号を貼っていってたんですが、テープがなくなってしまったので、残りはね、後日にしたいと思います。もう作業を始めてから6時間ぐらい経ってます終わってません、まだ。はい、じゃあカラーをこれに貼っていきたいんですが、1枚目はスキンカラーだけにしようかなと思ってます。ベージュとピンクだけで、2枚目をカラーにしていきたいので、白からいこうかな。白からいきます。よし、これでいこう。はい、やっと出来上がりました。この色は調整中なので、まだ綺麗にこの辺とかがね、綺麗に貼れてはいないんですけど、今後ね、廃盤になった色とか
どんどんね人気のなかった色は、他の色に買い替えたいなと思っているので調整していくことになるかなと思います。これつけるだけですごくおしゃれにはなるんだけど、私特殊な機械シルエットカメオっていうカッティングマシンで自分で作りました。カッティングマシン結構値段がするのですぐね真似するっていうのは難しいかなと思うんですけど、このね無印のアクリルのパネルは結構使いやすそうでいいかなと思ったので、ぜひ真似してみてください。テーブルに置くとこんな感じです。お店のカラーチャートを作るのめっちゃ大変ですよね。私も何時間かかったか分かりません変色とか退色とかしてしまうので、定期的にねあのパッケージの中の色とこのチップの色が揃ってるかっていうのはねチェックしてほしいなと思います。カラー番号もテプラで貼ってるんですけど、カラー番号こうメーカーによってカラーの書き方番号の書き方って多分違うじゃないですか。カラー買う時にねぜひあの番号のパターンもどんな風なねあのパターン色番号の書き方をしてるかっていうのもぜひ、見てみてください。私はね一応そこを気にして被らないように買っているっていうのと、もし被った場合は、番号のところにミューズナンバーとかって書くように2段になるかなって思います。はい、皆さんも素敵なサロンのカラーチャート作ってほしいなと思います。今日の動画良かったなって思った方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。最近なかなかアップできていないんですが、ぜひ高評価とコメントで応援してくれると嬉しいです。また次の動画でもぜひお会いしましょう。バイバイ。